中本周平は日本の自動車技術者。ホンダの二輪四輪レース活動において技術責任者を務めた。鳥取県出身。私立順風小学校では野球をして過ごす。その後、サッカー、ラグビーなども経験し、中学時代は学校からいじめをなくすほどの人望があった。友人の死から医者を目指すが失敗、老人生活を経て、 東京理科大学理工学部機械工学科に入学。大学卒業後の1983年、ホンダ技研工業に入社し、ホンダレーシングに配属される。以後17年間にわたって二輪、レース部門の車体開発などに携わり、プロジェクトリーダーを歴任して、チームに数多くの勝利をもたらした。その功績を買われ、2000年からホンダの第三期、 F1 プロジェクトに参加。現場監督という役目を任され、レースはもちろん、ほとんどのマシンテストにも同行し開発、指揮を取る。2002年にホンダレーシングディベロップメントのレーステストチームマネージャーに就任する。2003年には HRD のエンジニアリングディレクターに就任。しかし、 2004年にエンジントラブルが目立ち、技術開発の責任者的立場として批判を受けるが、これに耐えながら、エンジン開発を進める。当時、BAR で F1 に参戦していた、佐藤拓馬が、同年のアメリカ GP で3位発表奨台に立った、時には、奴にはこれまでフラストレーションの溜まるレースを、させてしまっていたから、と、あまりの嬉しさに涙を流しながら、 インタビューに答えた。2006年に BAR がホンダレーシング F1 チームとなり HRD のテクニカルディレクターに就任。成績不振により6月にジェフ・ウィリスが解任されるとシニアテクニカルディレクターに就任し技術部門の総責任者となる。ハンガリー GP ではホンダの復帰後初勝利を体験する。2007年責任者となって初めて手掛けた。 RA107 では、前任者のウィリスの下での比較的保守的な設計思想を改め、斬新なデザインを採用したが、極度の成績不振に終わった。2008年は、前年の技術的なつまずきに伴い体制変更が行われ、ホンダレーシング F1 チームディピューティーマネージングディレクターの肩書きに変わったが、これまでと同様に技術部門を統括した。 ホンダは2008年限りで F1 撤退を発表。中本は12月1日付で、ホンダ技術研究所二輪開発センター執行役員兼 HRC 副社長に就任し、8年間の F1 生活を終える。すべてのレースに同行し、目にポリオができるほどの勤務をした。HRC 副社長就任後には、モートジッピーに参戦する。 エプソル・ホンダのチーム代表も兼任しており、F1 時代と同様に全てのレースに同行すると、同時に RC212V のエンジン及びエンジンマネジメント開発のために、自身の下で F1 エンジンの開発を行っていたエンジニアを、招聘するなど手腕を振るった。2017年に、ホンダを定年退職し、同年8月にドルナスポーツの特別アドバイザーに就任した。 エンジン開発には滅法厳しく、寝る間も惜しんで、研究、開発をする努力家。妻は東京薬大卒業の元薬剤師、息子二人。ありがとうございます。